鳥の爪だ。どうもカラスの爪ダンソトです。ホラーゲーム企画カラスの爪、第2弾はこちらのゲーム、ビウィルダーハウス、海外のフリーホラーゲームになります。ビウィルダーっていうのは、まあ直訳すると当惑させるとか、そういった意味合いみたいですね。なので当惑させる屋敷とか、そんな意味合いじゃないでしょうか。このゲームはね、まあ殺人ピエロが、出てくるので、それをね楽しみにしていただければと思います。じゃあ早速、やっていきたいと思います。英語の方はね、喋れない、読めない、書けないの3拍子揃ってますので、まあホラーゲームなんで、まあ多分大丈夫でしょう。やっていきましょう。Look, everybody. Here's the new grown-up we found yesterday. He's so tall. Good luck, Mr. Grown-up. He's waking up. Go tell the others.さあ、ちゅうこて、なんかまあ俺でも幼女がちょっと可愛い声で喋ってたってことぐらいはわかるかな。まあとりあえず、なんか突然このなんかサーカス風なね、なんかこうちょっとポップでダークな感じの場所に連れてこられたわけですけども、まあここからまあ脱出するのがまあ目的ですね。じゃあやっていきましょう。なんかこう遊園地チックですよね、サーカスというか。 Take your map、 マップですね。このゲームはこの右下の変なスマートフォンにもなってないようなゲームボーイみたいな、このマップを使ってね、ゲームを進めていきます。 Can you get to the room mark on your map? うん、まあこの丸で囲まれた緑の丸の位置に行きなさいよみたいな感じですね。で、マップとこの現在地が、現在地っていうか、この緑色の風船があって、黄色の風船があって、青の風船がある。で、緑の丸はじゃあここなんじゃないかなみたいなのが分かったら、うん、M を押しなさいと。キーボードの M を押す。そうするとクリア。これで第一ステージクリアですね。こんな感じ。こういう感じで、だんだん進めていくんですが、まあもちろん難易度が高くなっていくと。いやー、これがね、まあ軽く一回プレイしたんですけども、これ殺人ピエロに追われながらやるとね、冷静さがなかなか保てなくてね、難しいんですね。じゃあ次のステージ行きましょう。あ、いたいたいた。ここのトンネルを入ると次のステージですね。よし、行きましょう。よいしょ。いや、もうこれ死ぬでしょ。この高さから落ちた時点でもう、ま、もう割と C 確定でしょ。自分がね、もう全くどこにいるのかね、こういう感じで壁に囲われてたりとかするんで、全部が全部こう通路が通じてないんですよね。あとこの床がね、回転してるんで、この辺もだんだん難しくなってくるポイントですね。いや、でもこれフリーホラーゲームの割にはすごくよくできてますよね。あれ、ここ行き止まり？どっかこう違うとこ、ああ見逃してたかな。そっちにも行けますね。とりあえず今回、進みづらい。目標となる、現在地を調べるのに役立ちそうなものは、この変なドアと、あった、これは自分がこうやって見てる間だけ、幕が上がると。で、こいつは、右上のところに当たるのかな。じゃあこのマスにいるところから下に3つ行けばいいんだけど、どっちが下なのみたいな感じなんですよね。うん。で、もう1個の方を探したいな。あー、あれ、そうか。ってことは、ってことは、どういうことだ。あれ、違う。さっきいた場所は、
あそこが？あれ？あれ？あ、もう回転するとどんどんわかんなくなっちゃうよ。2位。あ、でも いけないな。もう1マス分あるのだろうか。あ、あるな。ってことはここの奥だな。あそこの奥にはどうやって行くんだ。じゃあ、あそこのドアを目指していった横だから、ここでドアで来た、ここじゃないですかね。押してみましょう。来たー。イエス、オッケーオッケーオッケー。いやー、もう第2ステージなのにここ苦労して、しかもこれ一回俺プレイしてるからね。ポンコツかよ、中に。これなかなかいい、やっぱり雰囲気いいですよね。フリーとは思えない、すごく映像綺麗だしさ。じゃあマップを取りに行きましょう。毎回ね、マップ返却するんですよ。で、新しいマップも取りに行くと。なんか、ちっちゃい頃こういう滑り台に滑ったの思い出しますね。Use your eyes。見てる間だけ扉が開くんですね。こんな感じで、こういう感じで移動すると、うん、で見てる間だけここのドアも開くから、あ、さあ、ちゅうこて今死んだのってちょっと思った方いると思うんですが、なんとね、ここからね、ピエロ出てくるんですよね。来た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 。あいつはね、俺が見てる間だけ動かないんですけど、行きましょうか。ほらほらほら、はいはいはいこういう感じですね。自分が見てない間はどんどん近づいてくるんですよ。どうもこんにちは、お疲れ様です。今日は私を殺しに来たんですかね。あー、見てるな。背後に忍び寄ってくるんですよ。これが入ってくるとね、さっきのあの簡単だと思われるパズルですらね、うまくできてなかったわけですから、これが難しくなっていくわけですよ。あー、来ちゃった来ちゃった。見てない間だけ、これはあれかな、あ、見てる間だけか。じゃあこういう感じで視界に捉えつつ、あー、いる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 、早く上に上がってくれ、早く上に上がってくれ。あ、来た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 、おさらばだ。よし、マップゲット。ピエロ来てないね。いやー、じゃあこっから本格的になりますな。あ、さっきのトイレみたいなところに戻ってきたんですね。じゃあ次のステージ行きましょう。あれ、ここでいいんだよね。あ、しまった、暗い、何も見えない。あ、来た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 、早い早いなー。今回は、オレンジ色の球体が3つあるのが目印と、で、緑丸のところに行って M ボタンを押せばクリア。ただ今回はこのピエロさんがついてくる。怖いな。まずはこれだ、これがオレンジ色の球体だ。これを3つ目安にしながら、なんならさ、ワンチャンスだよね。こう、オレンジのある隣の部屋で M を押すっていう。違ったな。で、違うと完全に場所飛ばされちゃうんですよね。全く別の場所に行かされちゃう。であと、サーチライトみたいのがあそこにこうくる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 見ちゃうと、完全にまた別の場所に連れてかれちゃうと。で、あのピエロは常に追跡してくるんで、瞬間移動シュン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 してくるんで、気をつけながらですね。
じゃあまずはオレンジ色の球体を探していきましょう。ああ近い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 、ほほほほほ、あ見ちゃった。うわ近いな。来てる来てる。あ角に追い詰められたな。遠くにいるのがなんかオツなもんですな。おー近いな、結構一気に。やばい、よしよしよし、取れた取れた。あー来たよし、じゃあまずはねしっかり風船を探していく必要がありますよね。とりあえずここに1個ある。であとサーチライト、あれに気をつけないと割とすぐやられちゃうから。やばい、今これ今ウィンドウでゲームやってるんですけど、別の画面に映っちゃって、あやべとか思ってたら顔面がもう超近くまで来てたっていうね、ちょっとしたトラブルですわな。ここがねもうまず入り組んでんだよね、このマップ自体が。でなおかつ風船の位置が把握しきれないまんまサーチライトで飛ばされる。これの延々繰り返しになってくるとなかなか辛い。とりあえず風船をサーチライトに気をつけながら3つ探す、3つか2つその辺まで行って勘で M を押していくみたいなね、そういう感じじゃないかい。広っ。で割と距離離してる時だったらダッシュしてもこういう感じで先回りみたいな形でしか来ないから。で今適当に走ってきちゃったけど、まっすぐ奥の右あたりに多分あるよね風船って考えると、上下のどちらかだから、そうだよね君、多分そういう地形してたよね今ね。となるとそうそうそう、多分この道を左の道の奥に行ってった右のあたりに1個あったって考えると、右に1個あった、右に1個あった、でってことは今ここは右下あたりにいるのかな。もしそれが合ってるならばここのとん、あーファック、お、この地形もしかしたら、もしかしてだけど右下にこれいるんじゃないかな。マップそのまま見た形の右下？あ、でも、可能性としては、ここの左に2個行った時に、風船が多分あると思うんだよ。1、2、ない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 ってどういうこと？え、左に、2個行ったところにない場所、左に2個、一番左の列の
上から2番目にいると思えば、1、2でなかった、1、2でなかった、1、2でなかった。じゃあもう一個隣に行った、お、行けた行けた、上、ここじゃないかな。ここで一回 M を押してみましょう。来ました、 Yes 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 OK。ルック、あー、お、ソファーも落ちてきるけどよし、いやー、クリアした。いやー、難しい難しいね、これ予想以上に時間かかってますからね、相当カット入ってますよこれ じゃあマップ返却していきましょう。返却 C のジェットコースター乗る感じですね。 Alright、いやー難しいね。やっぱこうピエロに追われながらだと場所が分かんなくなる。あとサーチライトがなってたらきつい。何やら楽しげな音楽とともにですが、あはん、見てる間だけこの動く床が止まるわけだ。えい、こういう感じこういう感じ、うん。で上まで来て、でも動いてるところもあるな。そっからまた動いてるね。これだと進めないから、ちょっと視界をずらしていく。あった、これで通る。よし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 。で見てる間、あー、サーチライトもあるな。見てる間だけここが止まる、見てる間だけここが止まる。サーチライトがギリギリ入らないようにしながら、右に横移動をカニ歩きしていってしていって、ここも止まってるからいけるけど、ラストのところだな。危なっ、あら、チャンスあら、ヘッセッセッセッ、危ない危ない。最後の場所は、あそこにある。うん。サーチライトのめちゃくちゃ近くにあったから。で、とりあえずここまで、ギリギリのところまで行ったら、この左のやつを、もう視界から外す勢いで右を見る。で、サーチライトを見ないようにして、ゴール!危ない。オッケーオッケーオッケー。よっしゃー、これでいけるぞ。開いた開いた。よし、次のステージへゴー。ピエロの下だよな、これね。気持ち悪いな。When do you think he'll die? I can't wait to find out. あ、終わったということで、今回は、なんかちょっと何やら変なエンディングでしたが、ちょっと英語のね、何言ってるか分かんねえっていうのがあって最後幼女喋ってたのが何言ってるか分かんなかったけども、こんな感じで、フリーホラーゲームビビルダーハウス、エンディングを迎えましたよかったらね、フリーなんで皆さんもプレイしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ここは鳥の爪団の本部。今なら入団テストを免除で入団することができるぞ。真ん中のパネルを押して入団だ。一緒に鳥の爪団を盛り上げよう。あなたの入団お待ちしております。